マイルドハウス。前回のこのスイパの、ベースあのですね、あの2月やったと思うんですが、私非常にニュースで撮りまして、その時に、ひとしと、ひさしというお話をさせていただいたんですが、覚えてらっしゃる方はほとんどいないですね。ひとしというのはあの橋本ひとしさんのことです。ちょうど先月、ちょうどここでですね、11月7日にやったと思うんですけども、インサートでした。彼の、関西では初めてのソロ、コンサートだったので、彼とは同い年なので、50という、ね、年齢をちょっと超えた、それぐらいの年齢で、おそらく30数年ずっと演奏をやってきてるんでしょうけども、今日もね、来てると思うんですけども、その、橋本人志っていう人間の影響っていうのを非常に受けまして、ここまで演奏やってくれたのかな、また彼に出会えてよかったのかなっていうことも、それからあと久志っていうのは前田さんですね、片手のパパの前田さんです、久志さんで、この方はちょうど私の、結婚式の時にたまたま通りかかった大学で知り合いだったんです。彼とも25年近い付き合いしています。そのような方々がいるからまた、最初のとっつきアンデス音楽を始めたっていうのは別の意味があったんですけど、なんかやってるうちにね、いろんな、知り合いの方ができて、それも今となっては非常に大切なものになっていると思っています。もちろんプロメンバーもそうなんですけど、今日はですね、私の息子の誕生日でして、この誕生日っていうのはね、若い時はね嬉しいんですけども、ある程度今年行きますとだんだんとね寂しくなってくるなと思います。先日、演奏した時にちょうどこの今日は譜面台を持ってるんですよね。譜面台を使ってフォルコールをやるって何事だお叱りいただきました。フォルコールっていうのは魂なんだ、そんないちいち見たらどうなんだって言うんですけど、なかなか覚えるの大変でして、今日も見ながらやってます。ご勘弁ください。では次の曲です。ジャヌーラスという、これはインクージョというグループをご存知ですかね、割と綺麗な演奏をしているグループなんですけども、ここから、ちょっと一つ一曲選んでみました。ジャヌーラスを聴いてください。
たくさんの拍手を拾うべきです。